そのヒーローインタビューで答えてくれた長谷部が先発、片岡がまずスリーベースヒットで出塁、そして栗山、このタイムリーでライオンズが先制。まあここでね、この後ライオンズは繋がらなかったんですよね。これがちょっと残念ですけどね。ライオンズの先発西口、中村典弘ツーベース、そしてセミノールがショートゴロの間に三塁に進みます。バッターは高須、この犠牲フライで同点にすぐ追いつきます。やっぱりこうすぐ同点に追いついたというところも大きかったですね。そうですね、ただこの1点は本当はやらなくてもいいような1点でもあったと思うんですけどね。3回渡辺直人ショートゴロ、これ中島がちょっと送球そらしてしまいます。この後2アウト3塁となってバッターは草野、三振。これはいいボールでした。西口らしい、本当に素晴らしいボールだったと思いますよ。そうですよね。そしてこの片岡の打球を追って高須と徹底が激突、これで高須は病院に運ばれました。まあ、いい選手なだけにね、ちょっと心配ですけど ね、はい。そして4回の表セイノール、セカンドゴロ、さらに小坂三振、西口踏ん張りました。5回の表ワンアウト満塁で草野、これね、今日の1球もったいない1球なんですね、これね、せっかく追い込んでね。そして2アウト1塁2塁になって中村典弘2点タイムリーでさらに2点追加。まあ、この回4点を取られて西口は降板するわけです。5回の裏2アウト3塁1塁で中島センターフライで無得点。6回ライオンズ2番手の土井、セイノールのこのショートゴロ、今日は中島2つエラーを記録してしまいました。そして代打宮根タイムリーヒットで1点追加、6対1、いい仕事しましたね。エラーの後のエラーが点に結びついてしまってるんですよね。そうですね、はい。7回の裏2アウト1塁2塁で栗山三振です。長谷部踏ん張ります。まあ、この辺はね、長谷部君も粘り強くなってきたなと思いますけど ね、はい。そして2アウト満塁で楽天は小山、満塁の場面で松坂健太三振、これで10残塁になってしまいました。9回ウィン、ルーキーの坂田が三振、そして2アウトランナー1塁2塁で中村、もうちょっとなんですけど、もうちょっとですね、このタイムリーで6対3追い上げますが、最後小勝が三振に倒れて試合終了です。